おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あのですね、もう悲劇を昨日起きた悲劇をお伝えします。昨日ライブしてたんですよ。ストーブつけてたんですよ。で、灯油が途中なくなって、あの灯油って僕の家の関係上、あのもう一つの家に行く必要があって、灯油の場所があって、その灯油の場所に夜閉まっちゃうんですよ夜鍵閉めちゃうんですよ。寒かったですね。風邪行くかもしんねん俺というわけで今日は企画考えております。行ってみよう。噛んじゃった。本日のね、チームのコンセプト、全員打撃に弱い全員打撃に弱い3体が登場です。うわ、来たね。いよいよだね、ここまで来るとこのチームはね、3体とも全員打撃が弱点というね、または身の守りが極端に低いっていうモンスターを集めております。地味に相性が発動してたの面白かったけどねそうか、全員呪文使いか。はい、というわけで今回はモンスターマスターたちができないことを今やっております。まあ、何かと言いますと、身の守りが低かったり打撃に弱かったりするモンスターに対して、身の守りを上げるダブルモンスターダブルスキャンを行っております。嘆きの防衛とかがね、あの身の守りプラス150とかになってますよ。はい、見ててくださいよ。はい、うーん、なるほど。おお、勝てすげえ、すごくない？マスターダブルスキャンでね、短所をカバーするってやつですね、これが。まあ余裕でしょ。ほら、余裕、ほら。身の守り上げてっからね。ゴールデンゴールド250、何ですか、150くらいなかったっけな、身の守り。さあ、居合斬り。ただ火力は増えてないぞ。お前ら火力増えてねえからな。おー、まあ、武闘家に行ったからか、これは。さあ、ゴールデンゴレムはね、力を上げております。力と身の守りが上がるマスターダブルスキャンを行っております。はい、その結果このダメージ強いね。で、嘆きの棒ね、火力面のマスターダブルスキャンを行っておりません身の守りがプラス150のね、マスターダブルスキャンしてるんですよ。まず嘆きの棒ね、嘆きの棒ねってすごい打撃に弱い印象あるじゃないですか。まあ実際問題打撃に弱いんですけど、なのでプラス身の守りプラス150しました。あ、大丈夫でしょ、余裕でしょ。身の守り150だよ、こっち。うん、なるほどね身の守り150とは思えない感じで結構食らったけど大丈夫君たち結構食らってたけど、捨てて子だっけ。そうだね、お前ら捨てて子しかしねえわ。おいお前ら身の守り、おい俺ら身の守り上げたのに何してんだよお前ら。おお、こっち身の守り上げたのによやっぱでも意外と短所カバーできんだね。なんかもっとカバーできないと思ってたんだけどね。身の守りめっちゃ上げたんだもん。もう一つ身の守りを上げる他に打撃耐性アップっていうのもあるんですよ。マスターダブルスキャン上は。ここ通告があります。せっかくの身の守りがね、せっかくの身守り193がね、このようなことになりました。まあこれはしょうがないからね。身の守りを上げる以外にも打撃耐性を 30% アップとか、そういうマスターダブルスキャンがあるんですよ。そっちを比較するとどうなのかなっていう印象はありますね。ただ、身の守り上げる以外にも効果があったりするから、お前ら全部それ選んでくんな。お前らすげえな。おめえら、うん、どうなってんだ？あ、お前だけ違ったのか。お前だけ違ったか。許そう。許そう、オーシャンクローよ。打撃耐性上げた。あの、身の守り上げたんですよ、これ。なんか、結構、上がるぞー。バイキルトするやんか、そこ。おい、なんだ、ゴールデンゴーレム任せるってか。打撃の亡霊マインドブレイクいくか？おい、バイキルトしてからのマインドブレイクいけ？おお、分かってんね。行くぜ。バイキルトしてからね。行くぜ。何してんだ、こいつは。おお、いいぞ。バイキルトしたのに、ゴールデンゴールでバギーマンを選ばせる鬼畜ね。さあ、走れ、お前ら。走れば勝てます。まあ、大丈夫です。身の回り上げて、身の回り上げてっから大丈夫、大丈夫。余裕。受け止めるわ。余裕で190だよ、身の回り。身の回り190であれか。キラマシン3が強いのか。おいおいおい、ラッキーラッキー。ここにミス、相手は大パンしたくなるよね。うん、わかるよ。なんだ、ここで詰め込んでてやってんなって言わせんのか。おい、見とってけば、やってんなって言うぞ、俺。おー言う準備してたんだけどな、俺。コンピュー補正かかると思ってたのに、なんだ。さあ、この鍛えた肉体からね、呪文を放ちます。ゴールデンゴーレムの弱みである打撃弱点を完全に消しました。うわ、強い。さて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 、まあ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 、身の守りがあのあれですよ、このスキャンがなければこのモンスターたちは今以上のダメージを受けてるってことですからね。はい、
ね、よく捉えましょう。よく考えていきましょう。よく考えてね。はい。そういうね、あの、プラス思考に行きましょう。ポジティブ、ポジティブ。そういうことですよ。はい。ただ、打撃耐性をカバーしただけであって、属性攻撃を普通に来ると痛いんだよね。余裕でしょ。身の守り100、みんな身の守り105してんだけどね。こいつら3体ともみんな身の守り105してるんですけどね。おい強っ待って待って。こっちのゴールデンゴーレム強すぎゴールデンゴーレムは、やっぱ、攻撃と呪文どちらもすごく強いからね。うん。ただその代償に耐久がもう全身弱点マンみたいなことになってるから、それさえカバーすればマジで強いんだけどね。だからマスターハンター好きはいらずで強いっていう感じかな。なるほどね、嘆きのボールも結構普通にやんじゃん。お前バギーマしか使わないけど。お前大会でも見たけど、お前バギーマしか使わなかったから、お前。やるし、やるし。え、身の守り、あれ、身の守り190なんだけど、あれ、身の守り190なんですけど、お前。あれ、おかしいっすね。おかしいっすね。来た、ダンミラムーチョ。その見た目で、素早い。いやいやいいね。ナイス。ナイス、ダンミラムーチョ。ダンミラムーチョとか動画使ったら初めてだろう、なんだったら。まあまあまあ余裕でしょう。はい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 、はい。余裕でしょうって言われるのはなんかさ、あんま身の回り上がってる時間ないっすよね、こうしてみるとね。305。ねえ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 。あんまりなんか身の回り上がってる時間ないんだけどね。ねえ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 。いやいぎり回心率めっちゃ高いからね、いやいぎり。地味にかっこいいな、ダンミラムーチョ、お前な。エイトから出身。さあ、飛翔さんの安定性よ。安定性が強すぎる。安定性はめっちゃ安定する、これ。めちゃくちゃ安定しますね、これ。あ、やべ。え、ゴルゴレン、え、ゴルゴレンのゴルゴルが寝るか、よりによって。よりによってゴルゴルですか、寝るのは。まあでも、これ何があろうが、もうこの局面で持っていけば勝ちですからね。モンマスってこうしてみると、この前といい、耐久振りのパーティーでできるんだね。ただ前回みたいなあのガチガチのパーティーはできないですけどね。あれはガチガチすぎるから、何してんのいいんだよ。今日はそういう日じゃねえんだよ。お前今日ヤンガスの日になってんじゃねえか、ただの。なんで身の上高くなったら回心付け機しか出せねえんだよ。勝ちだぞ、お前。終わるぞ。終わるぞ、もう。燃やし尽くしてやるよ。行くぜ。なんか、釈然としませんね。というわけで、マスターダブルスキャンをこの3体、火力に、あの、耐久に振らないようにしました。つまり、耐久面には振ってないんで、クスの身の守りを見ていただきたいと思います。さっきはね、補強したから、まあまあまあ、普通のダメージみたいな感じになったんですけど、じゃあ、補強せずに普通のね、身の守りを皆さんに見ていただきたいんですよ。これ初めに見せるべきだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それは見ないことにしてください。はい。なので、火力面の方にマスターラブスキャンしてるんで、耐久は据え置きです。はい。今度はね。で、相手はスライムとかね、プラチナソードとか入れときました。まあ、そうすることで比較的ね、わかりやすいんじゃないかなって。スライムとかプラチナソードはね、比較的使われたことも多いしね。火力面が増強したことにより、与えるダメージが飛躍的に上昇しました。結局もね、結局火力が強い。さあ、連続ブレスがどうなもんだ。あ連続ブレスはね、身の守りとはあまり連携しないんでね。まあ、これはしょうがないと言えるでしょう。これ仕方ないね、うん。さあ、バギマを撃っていく。おっと、ガードおっと、主人公チームの特権よ。さあ、スライムのスラストライクね。これ打撃弱点なんで、全員。誰に行ってもダメージが出る。さあ、どうだ行ってみよううわスライムの283か。スライムで283か。そうか、スライムで283なのか。結構やな。それ結構だぞおい。翔さん、おっと。もっと受けられる。さあ、プラチナソードを持った主人公の剣の前がどれぐらい効くかですよ。ああ、ああ、ちょっと待って、弱点、嘆きのボールやばいよ。はい。まあ、素のね、まあね、イーブンに戻してみればって購入感じって感じですよね。400グラットル。400か。まあ、選手の力が高いとはいえね、嘆きのボールよ。弱点がね、打撃弱点やでね。うん。デインを落とされる誰がダミラムーチョー雷弱点でーすさあ、飛翔山。飛翔山がね、
でも火力増強した何かしら誰か言ったはずですね。このスラストライクはね、あ、これ投げ切るボールやばいよ315分結構食らってんぞ。結構じゃないかそれはでもこちらも火力でね押し返すさあこちらのダメージも火力で押し返すか。おっとあんまりだわ、それはあんまりだわ。まあスライムの特権と言えるんだけどミニモンスターに単体攻撃がかわされるのは悲しみだね、うん、悲しいね、悲しいな。お前ドルマゲス、俺の中のドルマゲス出てきた、俺のドルマゲス出てきた。何俺のドルマゲスって。さあ全体攻撃のね物理技です。どうだ、あ、めっちゃ172食らってるやついんな。172を食らってるやつがいますこれは非常に問題なことであって、非常にもう恥ずべきことですねなんか前回のグレートボーラスを彷彿とさせるんですけど、グレートボーラスと違って投げ切る場合は呪文が普通に強いからそこまで弱キャラにはならないんですよすごい弱点にはなら、あの弱キャラではないんですよ、打撃の亡霊って。まあ、強みはありますから。グレートオラスの相手はもうただのね、ダイソンなんで。全員当たらない。基本的に誰か1体外してるの何なの？ゴールデンゴーレム？さっきの光は何だったんだい？君が送る。まあ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 、これはね、光属性の普通の攻撃だからね。いやでもこれ先行の剣技で420全部持ってかれる説ありますよ。打撃の亡霊が170くらい食らってたから、どうだろう。さあ、居合切りで火力で押し返せるか。火力にね、ガン振りしたこのチームのさ、威力ははじかに会心出るのか、これますか。入ってたー、分かってたー、出るとは思ったぜ、今。さあ、でもここで返す、ここで終わるか。ワンチャンこれで終わるんじゃないか。え、あ、うわっ、耐えてるけどさー3100も初め HP やったのに。これやっぱり、ああ、どこかで見たこの光景。これまさに、グレートオーラスと一緒 !89。はい、というわけで今回は全員打撃弱点チームで組んでみました。まあ、平均ぐらいの耐久には戻せるっていうのは、証明できたと思うんですよ。ただですね、マスターダムスキャンを施して平均の耐久もザ・モノスターってところでって話になるんですけど、打撃弱点のモンスターってね、実はすごく使いどころが難しくって、このゲームの大半が打撃を占めてるんで、攻撃の。それ弱点っていうのはね、苦しいんですよ。だから大会の優勝モンスターにもあんまいなかったんじゃないかな、打撃弱点系は。はい、というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。